どうも、ねずっちです。旦那に死んでほしいというね、願いを書き込むウェブサイト、旦那でデスノートというのがあるんだそうですね。そこに書き込まれているですね、旦那への復讐方法が犯罪行為なんじゃないかと言って話題になっているというんです。なんとその復讐方法がですね、旦那の歯ブラシをトイレ掃除に使うというね、もう信じられないですけどね、歯ブラシだけにね、どういう思考をしてるのかなってちょっと思いますけどね。ねえ、だってこれ汚いよ。菌がね、歯ブラシに付着したらどうなっちゃうのか。この人は前々からこんなことをやってたんですかね。菌だけに細菌なのかね。わかんないですけどね。これもしも旦那さんの体調が悪くなった場合ですね、傷害罪になるそうです。ね、復讐だなんでね、気分がスッキリしたなんて書き込んでるらしいですけど、そんな感じで、軽い感じでね、やって、傷害罪で捕まる、そういうこともありえますからね、トイレだけにですね、その代償はありますね。ねずっちです。ではまた。